歌舞伎俳優、市川海老蔵が4日、ブログを更新。東京、新橋演舞場での、初春歌舞伎公演、通し狂言、日本昔話の初日公演から一夜明け、幼少かぐや姫役で初出演した長女、うららかっちゃんの様子を記した。パジャマ姿のうららかっちゃんの写真とともに、新聞に出てたよと言ったら見てますと綴った。前夜はピンクの着物姿で、私の名前はかぐや姫。おじいさん、どうか私を育ててください。動物たちに守られて、救ってくれる方をお待ちしておりましたなど、初のセリフ付きの駅を演じ切ったうららかっちゃん。海老蔵は公演後にブログを更新し、うららか、感動しました。よくできたと思います。お疲れ様と思いを記していた。また、ブログの写真でうららかっちゃんの顔を公開していない理由についても触れ、ブログでお顔どうする、とうららか的にはブログでハートで隠すのは気に入っているようでし、って、ブログは消してねと言われています。